コクチーズにセミナーズ。コクチーズ、どっちかが1万ですわ。有料。俺の勘では有料にしたら、無料でも集まるけどね、多分。有料にしたら、確実に集まります。つまり金が入ってくる。今そういう、あれやね、人の孫正義とかね、似てくるね。だから面白い言い方すると、YouTube 孫正義ばっかし見ると、孫正義が友達みたいなので、友達の癖映るでしょ。それと一緒。だから勉強じゃないけど、孫正義流になったら喋り方が。それとあと、俺見とんのが、与沢翼くんのはね、あの人がね、何か言っても勝てませんよ。知識があるから。例えば喧嘩も強い。頭いいから。金持ちは喧嘩も強い。で、ヤーさんも全部知っとる。だから、ロールスロイスが乗ってる人全部ヤーさん知ってるんですよ。そんな話はいいか。だから、セミナーズとコクチーズで、俺電子書籍で金集めるって言ったけど、今度ね、金余んですわ。30日に、大鳥圭介です。今日18日か。今度30日に8万円として、家賃4万7千円で、皆さん、はい、計算してください。4万7千円で3万3千円もあるんですよね。友達に5千円返して、利息も5千円返して2万7千円。7千円で15日までこの年金入ってくるからね。2万円っていうのは余るんですわ。だからセミナーで今月失敗したんですわ。先月ね、ワードプレス忘れた。ワードプレス1万と、ね、忘れた。もうしない。それと、広告コン、素材コンは6千ね。1万6千払ったから、1万円で今月の乗り切ったから、タバコ銭なんか一応9万円買いました。まずいけど。本当貸してくれないけどね。貸してくれた。ただ、遺産1億残すって言った。俺多分、相馬さん死ぬこともんわ。これセミナーズでね、だっとね、一回開催したら、俺名前、面白い話がね、俺ね、豊臣秀吉みたいなもんですわ、性格は。孫正義とか自分のルーツ全部入れてます。四国の王族とかね。それとか三木谷とか、ジェームス好きなね、大物に全部そう入れてます。別にオファーは待ったんじゃないですよ。流れ変わってくるでしょ。それで、ゾゾタムしてるし、ね、あの人はブロック。それがおかしいなってね、カードで登録してて、A が出たら、向け登録してくれて、俺、10個も20個もあるから、邪魔ってなるよね。だから、ブロックやからダメだけど、でも皆さんもう切った、全部ブロック。だからね、ほいでブロックした理由、俺が1兆円、2兆円集めたらね、100万円ずつもらっとったらね、10万ずつもらっとったら、2、3回もらっとったらね、俺家が金貸してくれて嫌と言えないでしょ。石巻してくるやったら、だからそういうのは嫌やから、ブロックしました。ダメダメですよ。ソフトバンク30年続いたのはね、1回切ります。